降ろして。あれは小学4年くらいのある日。忘れ物を取りに行くために、夕方、自転車で学校へ向かった。その帰り、秋から冬になる時期だったということもあって、もうあたりは薄暗くなっていた。で、うっかり薄着してきて寒かったので、普段は絶対に通らない墓地の中を通って近道をすることにした。いつもはそんなこと思いもつかないのに。 その時だけは本当に早く帰りたくて、気味が悪いけど墓地を通ることにした。で、その墓場は広かったので通り抜けるには自転車でも5分はかかる。しかも家の方向へ進むためには道が結構曲がっているために、減速しながら走らなきゃならない。いつもより寒くて何か気持ちが悪かったけど、別に何も考えず墓地内を走っていた。ふと気がつくと、自転車が少し重い気がして、ペダルが少し漕ぎにくい。 どうしたのかな、と思って、ペダルの方を見てみた。その瞬間、背筋が凍りついた。なぜか後輪のところに女の子らしい足が見える。両足だった。後ろに誰かが座っている。前方に顔を戻すも、心の中はパニックで、心臓は極限までバクバクしていたと思う。するといきなり声がした。あと少ししたら止まってね。後ろに座っているであろう女の子の声だった。 ものすごくリアルに、まるで同級生であるかのように話しかけてくる。ぎゃー、やべえ。俺はもう何も考えずに全力でペダルを漕いだ。するとまた女の子の声がする。あ、もうここで降ろして。と、無理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 、無駄無駄無駄、無駄、と心の中でパニックになりながら女の子の声を無視して走りまくった。女の子は早く降ろしてほしいらしく、何度も何度も話してくる。 ここでいいから降ろして。ねえ、もう降ろして。降ろしてってば。でも、んなこと聞いてられるわけがない。恐怖で頭がどうにかなりそうだった。声も出ない。無視し続けていると、また聞こえた。さっさとおろぜー気がつくと、俺は鼻水を垂らして泣きながら街中を走っていた。マジで死ぬかと思った。